ので、やっぱり足元っていうのを整えたいなと思うんですけど、今自分が立っていて、どっち側に自分が乗りやすい？かかと側なのか前なのか、左側なのか横なのか、どっちが自分で立った時に行きやすいかなっていうのをちょっと覚えておいてほしいですね。まあ、靴履いてると本当にもうこの靴がね、すごく今いいから、だからすごくいいんだけど、本当は、まあ、素足で、お家で立った時に、やっぱりちょっとその状態を自分で確認してほしいよね。そうすると、ああ、私はちょっと右側に寄りやすいなとか、左側に、私は右側に寄りやすい。左の方に行くと何かというと、外反がちょっと左にあるので、どうしてもね、こっち側がすごい疲れるわけですよ。外側に乗っちゃうと。なので、できるだけそれを避けたいなと思って、自分で右側に行こうとしてるの、体が。うん。で、それがすごく分かって、どちらかというと、指は、ヒール履いてた分だけちょっとこう曲がりやすいので、どうしても指のところを曲げながら、かかとに乗りやすかったりするわけですよ。そうすると指が使えない状態になってるんですね。だから、そういう状態だと、やっぱり足の一番機能、大事な機能が使えてないで歩いてる状態になっちゃうね。なんで、自分が今どういう状態なのか覚えておきます。で、今日は年末最後ってこともあるので、皆さんに足のマッサージをまず覚えてもらって、お家で、どうせね、コロナでそんなに遠くに行けないでしょ？ね？なのでお家でちょっとマッサージをするとね、やっぱりあったかくなってくる。末端が痛くなってくると体ってあったかくなりやすいですかね。当然そういった効果もあったりするので、まあ、お正月の暇な時にね、マッサージをするということで、まずは覚えておいてもらいたいので、足の裏を中心に、まずはここら辺の膝のあたりまでのマッサージをしっかり皆さんと一緒にしていきたいと思います。で、椅子でできるんだけど、お家ではまあ、床に座っていただいてね、やっていただくといいのかなと思います。はい。ではまず、椅子に座ります。でまずね、足ってやっぱりね、本当にちょっと触っていただくと、どうですか？指先の方が冷えてますね。で、この末端が冷えてますとね、やっぱり、どうしても毛細血管ね、頑張ってくれないわけですね。なので、まずね、この指先からちょっと、しっかりと温めていきたい。で、まずは、しっかり、この白いところです。白いところ。ね、足の、もう、靴の中でどうしてもこう曲がってしまうところ、ここを伸ばしたいので、しっかり、両方の親指で、こうやって、指の腹を使って、上に、指先の方まで、しっかり一本ずつ丁寧に、本当はね、この横もやりたい、横もね。で、親指なんかね、頭だからね。だから、ここら辺で横やっとくと認知症が少なくなって、まあ少なくなって、なりにくいとかね。で、そういったところもある。まあ、いろんなところを本当は親指なんか押していただくといいんだけど、そうやってしっかりと一本ずつ丁寧に伸ばしていただきたい。ね、で、ここで痛いっていうとね、結構まずいですからね、皆さん。いろんな老廃物が溜まっているという、そういうことになっていますから、しっかり伸ばしていただきたい。で、特にね、小指。小指のところが割と細かくてたりとか変な形になってません。大丈夫ですか？結構曲がってたりとかするので、ここの小指のところもしっかりしっかり伸ばしていただきたいですね。で、伸ばしたら2本ずつ持っていただく。まずは第1指、まあ指、足の指っていうのは第1指、第2指、第3指っていうんだけど、第1指と第2指を持ってしっかり横に引き裂くように。はい。そして次の第2指と第3指も引き裂くように。はい。そして第3指と第4指引き裂く。はい。そして第4指、第5指と引き裂く。そしたらこれをもう一回戻ってきます。1、2でゆっくり戻ってきます。これを2往復ぐらいやるといいです。しっかりここのお股のところをね、やっぱり私の母がそうだったように、足を使わない、指を使わなくなってくると、ここが開かないんです。だから、お風呂上がって拭こうと思ったら、入らないタオルがみたいな。びっくりして、私自分で、そんな経験なかったので、なんで入らないのみたいなのありましたけど、やっぱりこうしっかり開いて、足の指が使えるようにしておくことすごい大事です。で、そして次は、同じように持っていただいて、前後に、
1,2,3,4 はい、次に西と東、1,2,3,4はい、次、1,2,3,4はい、1,2,3,4そしたらね、帰ってくるときはゆっくりね、1,2,2ぐらいで、1,2,1,2,2そしたらね、今度は2本ずつ持ってください。第1子、第2子、そして4子と5子、それをぐーっと引っ張る。はい、次は1本にしてさらに引っ張る。で、この状態でちゃんと自分の指が均等に開いてくれるといいですね。こうね、指がね、何もしないでも開くっていう、ね、そんな状態ができるといいです。私こっちの指は開きにくかったりします。ね、そうやってまずは、そうするとちょっと暖かくなったじゃない、さっきより自分で持った時は、ね、そんな形でまずは指を動かす。そしたら手の指と、はい、足の指しっかり組む。一回そこでお互いに握手ってして、握手、痛くない、大丈夫、握手します。はい、緩める。はい、もう一回握手して緩める。そしたらここをガシッと、ちょうどね、この細くなるとこあるじゃない、ちょうどこう指からクッとここら辺のところに、お骨のね、つけるとか、ここをガシッと持って指だけ回してください。指1,2,3,4,5,6,7,8,9はい、逆回し、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10そしたらね、今度ね、ちょっと足を出します。出していただいて、で、自分がなんか硬いなって思うところ、本当はね、まあ足首のこのね、くるぶし持っていただくといいんだけど、ちょっとね、足、自分が、私ここが硬いんだけど、硬いなって思われると、ちょっと指先置いて、そして足首回すとですね、そこがほぐれるんです。でね、足首は、やっぱり、足の使い方として回すっていうことはほとんどない、ほとんどないじゃないですか。なので、やらなくていい行為なんだけれども、やっぱりある程度、ゆっくり丁寧に手でちゃんとやってあげるっていうことであれば、足首回しも全然 OK なの。これが、立ってぐるぐる回してもダメなんだけど、ちゃんとこう持って丁寧に、そしてできるだけ、まあ、均等にはなかなかならないんだけど、均等に回せるようにする。はい、逆回しますよ。はい、逆回しをしていただいて、ゆっくりでいいから丁寧に。で、自分が持ってるところをほぐれるよ、ほぐれるよって思ってあげて、しっかり回していただけるといいかなと思います。ね。そうやってしっかりゆっくり丁寧に回すこと。ゴリゴリ早く回すんじゃなくて、自分のちょっとほぐしたいなって思うところ。で、割とくるぶしの下のところも硬かったりね、するので、そういった時はくるぶしなんかところをね、持っていただいて、で、くるぶしのところで持ったところでゆっくり回してた。そしたら、この今握ってる手をスポーンと外します。そしたら、しっかりとこの指先だけを持って、そしてこちらで支えていただいて、で、この時気をつけてもらいたいのは、ここの足がまっすぐ、こうなってたりとか、こうなってるんじゃなくて、ここから一直線になるようにしててほしい、膝までが。そうした状態を作って、指先をしっかり折る。はい、しっかり息を吐きながら折っていく。釣りそうになったらやめてね。はい。で、もう、それを一回今度は逆に反らす。で、反らすっていうのは、90度ぐらい行くといいんだけどね。着物を着てらっしゃる方はすごく行き過ぎるぐらい来ちゃうんだけど、そこまで行き過ぎなくていいんだけど。はい、もう一回折ります。これもできるだけしっかり指が折れるように。で、これ土踏まずのアーチのところがすごく刺激来てます。ね。そうやって土踏まずを縮められるようにする。はい、今度は土踏まずを伸ばしながら、甲のところもしっかりとね。はい。そしたら今度は、今左足を上に乗せてます。左手を足のね、こう。そして右手をかかとで。で、雑巾絞ります。一回ぐーっと絞ります。は
はい、もう一回緩めて、はい、2回目ぐーっと締まります。はい、緩めて、3回目ぐーっと締まります。これは何をしてるかといったら、基本的にちょっと外側に行きやすい足をこういう風に絞ることによって内側に持ってきてます。なんで内側に来てる人はちょっと外側に持ってきたりこういう風にねするんですけど、大体の人が外側に乗りやすいので雑巾をこっち側から絞ってます。そして足を置いた時にまっすぐになる。でその状態で絞っていただいたら、この足をこの股関節のところに持ってきます。膝を少し揺らすと何が起こっているか、この股関節周りが動いてるんです。膝を下ろすことによって股関節周りを動かしてます。そしてちょっとこの足を下から抱えていきます。椅子なので気をつけていただきたいんですけど、両手を持って胸に抱える。その時背中、この背中はこうなっててもいいです。別にここまでしなくていいです。まずは抱えて胸につけること。はい、一回緩めます。はい、もう一回。今ね、何やってるかっていうと、ここが伸びてます。ここがね、この状態。はい、もう一回緩めて、でもう一回抱えていきます。で抱えた足をちょっと無理だったらやめてくださいね。必ずここのかかとは大事なので押さえて、で足の裏を顔の方に向けるようにして、おでこに足を持っていきます。顔じゃなくて。はい、そしてお鼻、はい、口元つけてませんからね、上手。はい、そして胸、そしてお腹で、さらにここの付け根に持ってくると、さっきよりね乗るんです。どうですか、乗ったでしょう、さっきでもね、でも顔に近づかなくっても多分足が外側に出てるはず。でそうするとですよ、この手、逆ね、左手の足を後ろから持てるようになるんですねえ、近づいた、大丈夫、あとちょっとよ、頑張って。あのお正月終わった時に着きましたっていう、そういう嬉しいお言葉をお待ちしておりますわ。股関節来ましたよね、結構ね。あの足をマッサージしてるんだけど、ある程度股関節まで来るってことですよね。足の裏も全部ツボです。まず大事なのはこの人ってこうあるところありますね、ありますよね、とか言う人って書かれたところのこのくぼみ、これ腎臓周りなんです。まあ点ではないので、ここをしっかりとぐーっと、痛くないですよね、大丈夫ですね。痛いと腎臓悪いかもしれない、腎臓大事ですから。でここを一回ずーっと押して、はい、緩める、はい、ぐーっと押して緩める、はい、もう一回ぐーっと押して緩めたら、一回そこの腎臓を押したところをちょっとこの土踏まずのあるところの母子球のところありますね、ここよ、腎臓ここだとするとちょっとここあたりにクッと押すとすごい痛いところがあるんです。これ副腎のツボになるんですけど、腎臓活性化して副腎のところを活性化してこないと、あの副腎質ホルモンが、ね、出てこないと腎臓元気にならないので、こことここはセットで押していただきたいです。でここはやっぱりゆっくり丁寧にグー、あのね、早く押すんじゃなくてゆっくりでツボ押して、あのこう低く押してもダメなので一回グーッとして離すっていう方がいいので、ここもグーッと押して痛いなって思いながら離す。はい、もう一回、痛いなって思って副腎頑張れと言ってあげるのね。はい、大丈夫です、頑張ってください。そしたらもう一回腎臓に戻っていただいて、足のこのアーチを作りたいわけですね、三角のアーチをね。そしてそれをやるには、まずこの、まあここは腎臓なんですけど、このあたり側心というところがあるんですね。腎臓のツボからちょっとくるぶしから、くるぶし前から下がってきたところで、真ん中のところが大体側心の一番硬いところなんですよ。で
本来このここら辺を使って歩いていかなくちゃいけないんで、ここが硬いとやっぱり疲れるんですね。で、促進のところをしっかりやっぱり同じように1、2、3、はい、そうやって押していただいたら、そのこの腎臓と促進のところのツボ、まあ優先のツボってね、優先のツボとそのこの促進をしっかりこうグッと押していただく、押していただく。ここからつなぎます。はい、そしたら今度はこれくるぶしのだいたい外側から降りてきたところで、かかとの色が変わったちょっと奥ですね。はい、ここ失眠のツボと言います。だから眠れない時なんかはここちょっと押していただけるといいんですけど、ここもやっぱり1、2、3、はい、1、2、3、はい、1、2、3。そしたらさっきやった促進のツボとこの失眠をつなげます。しっかりつなげます。最後に腎臓のツボからぐーっと優先のツボからこの失眠のツボまでしっかりと筋がつくように押していただく。で、本当はクリームつけてやった方がいいんですけどね、滑りがいいのでね。で、あと大事なのは、くるぶしの前から降りてきて、自分の足のちょうど皮膚の変わり目の色のところあります。ここが、この腎臓からしっかり流して、そして膀胱になってきて、なので、この輸尿管っていうんですけど、輸尿管から膀胱、そして尿道っていう、この流れが良くなるとですね、しっかりと老廃物が流れて、まずは、この膀胱って結構痛いです。はい、膀胱のツボもやっぱり1、2、3、はい、1、2、3、はい、1、2、3って押します。そしたらさっき言ったようにこの腎臓のツボからちょっとカーブを描いて輸尿管を通って膀胱、このラインをしっかり押してあげます。しっかりここをグーッと押します。そしたら尿道ってこのくるぶしとこのかかとのところのちょっと真ん中あたりにほんの少しへこんだところがあります。ここが尿道のところになってくるので、腎臓から輸尿管を通って膀胱を通って尿道を通るっていうラインを押してあげる。で、特にこのあたりがボコボコしてね、いろんなものが詰まってるとちょっとくるぶしとかかとの境目がないよみたいな人も中にはいるので、そういう人たちになってくると、多分女性なんかになってくると、まあ卵巣とかね、そういった子宮周りとかに、まあこっち側は子宮なんですけど、こっち側は卵巣なんですけど、まあそういったところに何か余分なものがある可能性が出てくるの。なるべく足で綺麗にしておくとすごい大事なので、このツボを押しながら流してあげる。で、特にこういったね、マッサージをした後、する前、本当は白湯がいいんだけどね、お湯を飲むとかね、そういう形で、まあ、ここでは水になってしまうんだけど、まあ、そうやって飲んであげると、すごく出がいいはずなんです。で、この状態でしっかりとやってあげる。で、あと、この3つに分けると、まあ、ここら辺は、ね、胸周りです。で、ここら辺、お腹も。で、ここら辺、ここ、まあ、この3つに分かれているので、なので、ちょっと気管支、これからね、インフルエンザとかもあるから、気管支、ここの親指のここからですね、この丸いとこです。ね。だから、ここしっかりとマッサージしてあげると、気管支の周りとかが元気になってきます。で、さっき言ったように、頭なので、親指は。ね、しっかり頭のところもマッサージしてあげるといいです。硬くしないこと。ね。で、あと、この2本が、鼻になる、目になる、目に、ごめんね、目になって、こっちが耳になるので、まずは目悪い人なんかはここをしっかりとマッサージする。ね。耳ですね。あ、鼻か。目と鼻ですね、ごめんね。で、その状態でしっかりと、くぼみを作ってあげて、で、この3つのところで、ここ周りは、とても大事なものがあるじゃないですか。なので、で特にこの、まあ、丸いところの下のここのあたり丸いところここのあたり、ちょうど土踏まずのアーチの
始まるところっていうね、ここが胃になってくるので、ちょっとここら辺が痛いなっていう人は胃がちょっと調子が悪いのかもしれないんで、しっかりここもマッサージで、胃から少し降りたところ膵臓で、ちょっと入ったところが十二指腸になるので、まあ、ここら辺のところ、あとはね、ここになってくると腸のあたりになってくるんですね、はい、腸のあたりで、左足なんでこのこっち側の横側、心臓あたりになってくるんですね、まあ、こんなところがあるので、まあ、自分の何がどこに大体あるかなっていうのを意識しながらマッサージするってすごく大事なことだったりするので、まあ、そういったところをしっかりと押してあげて、足が赤ちゃんのように柔らかくなるのはなかなか難しいんですけどね、あんな足になりたいもんですね。もうゴツゴツさがないみたいな、はい、でもね、85のヨガの先生、私の柔らかいの赤ちゃんのようなずっと2年以上自分の足をマッサージしてますね。さすがにすごいカサカサもないし、ほよんほよんだしみたいな、まあ、そんなところがあったりするので、ぜひ。でも女性なんかここのね、かかとってすごく大事な場所になってくるんで、まあ、男性になってくるとね、前立腺とかね、そういった部分になってくるんでしょうけど、女性はやっぱりかかとを冷やすとね、子宮周りが冷えてくるっていうこともあったりするので、やっぱりかかともしっかりと、かかとは割とちっちゃめでふっくらしてるといいんです。地面にこう一番最初に当たるとこ衝撃が強いので、ふっくらしてる方がやっぱり衝撃をね、吸収してくれやすいので、まあ、そんなところがあるので、しっかりと。そう、でもね、本当臓器なので、であとやっぱりこっち側ですよね、こっち側もね、こっち側も私外反があるから、ね、どうしてもね、この指をこう開かないんです。開くとね、ここにね、くぼみがちゃんとできるのよ、わかる？こっち側の筋とこっち側の筋でしっかりとこのくぼみができるんだけど、これが開かないからちょっとくぼみが浅いのね、ここのくぼみが結局この筋がぐーっとこう寄ってきてここに来るんだけれど、こっちの4本と1本でここのところで真ん中になるわけね。だけどちょっとこっちが外反に弱いから、どうしてもここのところのくぼみができにくいわけ。本当はここのくぼみはちゃんと手が入るようにしなくちゃ。で、この一本一本の筋もしっかりと出てこないといけないね。で、これが出てくると、特に小指って、まあ、第5指と第4指なんだけど、この間のところが、三半規管に関係するんだろうね。やっぱりバランス感覚になってくるの。だから、ここがちょっと筋が出てなくて弱いと、バランス感覚がちょっと鈍くなってくるんで、立った時に揺れやすくなってくるね。で、あと、このあたりっていうのは、胸のあたりでやっぱりなってくるので、なので呼吸とかね、そういうところにも関わってくるし、なので少しこういったところが筋がちゃんと出るように一本ずつしっかりとマッサージをしてあげて、で筋が出るようにしてほしいのよ。なかなかね、難しいけどね。で、さっき言ったようにこのくるぶし周りのところがね、子宮とか卵巣の女性はなってくるし、男性は前立腺のところになってくるので、ここがしっかりちゃんとくるぶしがね、この辺りのこの余分なものが何もないようにして、でしっかりとこのアキレス腱のところに入ってくるというわけで、くるぶしって下がりやすいんですよ。でどうしてもこっち側に行ってるとこっち側が下がるのね。だからここのこと、ここの本当は一緒でないといけないね、こっち側とこっち側ね。なんだけど多分みんなどっちかが下がってると思うのよ。私はこっち側下がってるんだけど、で下がってるの上げたいじゃん。だから下がってる方を上げたい、で上がってる方を下げる。だから私はこういうふうにマッサージしなくちゃいけない。でこっちの方がね、下がってる人はこっち上げなくちゃいけないから、こういうマッサージになるし、だから私の場合はこっち側のマッサージをしなくちゃいけない。うん、なかなか変わんないよ。でもね、少しやっとくと違うのね。で、あとはかかとも、だからそういう意味ではこっちが下がってるとかかとが多分こっち側に入るのよ。で、こっちが下がってるとこっち側に行くのね。そうすると着いた時にきちんとまっすぐ着かないわけ、かかとが。うん。で、靴の中でこう頑張って靴がやってくれてるんだけど、
そういう場合、もしもこっち側がこういう風になってる私のタイプの足の人は、かかとをこう両方の親指で持ってこう下げるようにしないといけない。わかる？こっちに出てるから、出てるのを抑える。なかなかね、これね、本当に時間かかるよ。絶対に難しい。毎日歩いてるし、だからちょっとやっただけじゃ変わらないけど、変わらないけど少しでもやってあげとくと、ちょっとずつ頑張ってくれるかもしれない。あの、これはあの本当に自分の努力しかないんだけど、こうやって。で、逆にこっちの人はね、あげないといけないわけね。私あげちゃったらこっちに行っちゃうからダメなんだけど、だからそういう人はこういうふうに持ってこないけど、私の場合はこっちに下げないといけない。ね、合席ってポーズやった時に、こういうポーズやった時に、どうしても私この足首のここが硬くて、で、こういうふうになってるので、どうしてもこっちのかかとが揃った時に上がっちゃうんですよ。そうするとやっぱりポーズがね、きちんとできない。だから、本当にこのやりたいなっていうのはこっちの下げること。だから、両方の手でしっかり、骨よ、頑張れみたいな。形でやってあげるね。そうやった形で自分の足を整える。でね、この足今結構ちょっとやってあげたじゃない。で、靴を履いて立ってみて、やった人しかわからないんだけど、足がちゃんとついてない。こっちは浮いてるけどこっちついてる。わかるよね。これだけ違うの。だからこっちでついた足で歩いたら結構綺麗に歩けるの。で、バランスがすごくよく、さっき多分立った時ブラブラしてなかった。両方でこっちすごいピタッとしてるよね。これだけ違うのよ。でね、ここまであったかいの。ここ汗かいてる。どう？汗かいてない？かいてない。だからね、そういう意味ではちょっとね、やっぱり足先が変わってくるとこんなに違うの。ということはこっちもそれやってあげると、ああすごいバランスいいわってなるのね。なのでね、土台ってすっごい大事で、これから冬になってきてね、もう冬なんだけど、やっぱり足先がさっき言ったように冷えるから、これだけちょっとねテレビ見ながらでやっておくと、とってもねあったかい足で過ごせるのね。だからそういう意味ではぜひちょっとね、あの休みの間にやっていただけるといいかなと。はい。で、まだふくらはぎやってないわけですよ。やられる。はい。そしたらふくらはぎのまずはこう緩めてほしいのよ。まずこうピヨンピヨン、大丈夫、緩めてね、緩まってねみたいに、緩まってください。そしてからね、緩めてから親指で真ん中、両方の親指で真ん中、そこを下からゆっくりでいいから押さえて、で多分ここら辺あたり痛いやつ、痛いなと思いながら膝の裏までまずはやっていただく。はい、裏まで。はい、それを 2,3 回ちょっと丁寧にやってください。はい。ふくらはぎも大事だからね、第二の心臓だからね。そしたら 2,3 回やったら親指今くっついてました。これちょっと真ん中外すと外側と内側のところに入るはず、ふくらはぎ。それでやっぱり上まで行っていただく、膝の裏まで行っていただく。これもやっぱり 2,3 回やってね、しっかりと押していただく。で、 2,3 回やりました。やったらね、この、真ん中にこう骨があるじゃないですか。その横にちょっとくぼみがあるよね。ね、ここを4本の指が、まあ、3本になるんですよ。ここをしっかり下まで。で、多分下の方も結構硬い。で、これを何回かやっていただいたと、あと一番自分が硬いなと思ったとこあったら、そこを持って足をしっかり上げてあげる。そうするとほぐれる。で、その硬いとこがいっぱいある人は私みたいに
少しずらす。ずらしてあげる。はい。で、痛いな、大丈夫だよって言って。そしたらね、このもうちょっと横、今ここやったよね。この横のここもすごい凝るところなんですよ。この横でちょうどこの靴が履いたとき。で、ここもね、マッサージするときに、ほんとこう横にして、はい、横にして、まあ、椅子ね、狭いからね、下についてやった方が便利だね。この横にしたらほら、わかるじゃん、ここが。ここをね、押すのよ。で、痛いところがあるから。であとこのもう一つこの後ろね、さっきちょっと押したところ、ここも押すといいのね。ね、こういったとこを押す、はい、でそうやってふくらはぎのところの骨と筋肉と筋膜をちょっと剥がすようにイメージしてやる、ね、そして流れを良くしてあげる。だから椅子に座るより下に座った方がいいけど、今コロナ禍だからね、ちょっと気になるじゃない。だから椅子でやってるけど、お家だったら別に下についてやればいいから、丁寧に揉んでほしいの。で、同じ、こっちも同じ。こっちもちょうどこの骨のちょっと下のところ、際ね、骨の際。で、そうやってね、ふくらはぎを柔らかくする。でね、ちょっとやっただけでもね、さっきよりふくらはぎがね、緩くなってる。柔らかくなってない、なんかもち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 ってね。だからこの状態をしてあげて、力入った時にガッと力ね、ふくらはぎになる方がやっぱりいい足になるね。なんでそうやってやってあげて、で自分でちょっと痛いなとか凝ってるなっていうところはほぐしてあげないと流れが悪くなるので、しっかり流してあげることと、あと当然さっき足首やったけどね、膝の裏、ここもすごく大事でしょ。リンパがね、どうしても滞りやすい場所なのよね。なので膝の裏は2本の指でしっかり押し上げるようにして、筋の中、筋のこの中ね、ここね、このところ、ここのところをぐーっと、でここになんか変なものブツブツないよねみたいな、膝の悪い人ってなんかあるらしいのね。私はまだないから大丈夫と思ってるんだけど、こういったところがしっかりと、自分でしかできない場所なの、ここね、膝の裏ってね。うん、整体の人でも膝の裏だけは絶対しないから、自分でしっかりとちょっと。で、あと、こう筋があるよね、こういった筋ね。この筋もしっかりと、やっぱりマッサージをしてあげて、筋を元気でいてるみたいな、両方の筋がしっかりとあるように。で、膝のお皿も本来ちゃんと動くようになってるんでね、膝のお皿が動くようにちゃんと膝もマッサージをしてあげる。下から上から、ね、刺激をしてあげて、で、膝のお皿がちゃんとね、こう動く、前後に動くってね、いう形、まあ、ここがちゃんとこうね、しっかりと動いてくれないといけないんでね。このお皿がね、このお皿が動く。で、そうやってしっかりと膝のお皿もやりながら、あとこの足の後ろね、ハムストリングのところね、こんなところもしっかりと揉んでいただいて、で、座骨まで行ったら戻ってくる。あと、さっき筋やったじゃない？両方の筋。筋は途中で切れるけど、筋をたどって、そして座骨に行ったら戻ってくる、筋をたどって座骨に行ったら戻ってくるっていう形で、少しもものところもマッサージしてあげたし、であとやっぱりここのあたりも痛いところがいっぱいあります。ここら辺もね、特に座ってここやるとですね、すごく痛いです。痛いのでと思うから、痛いところでしょ、ここのとこ見たいです。マッサージをするとですね、流れが良くなり、いいらしいです。痛いですけど、で、まあね、ももも、ちゃんとこうやって緩める。で、内転筋もしっかりとマッサージをしてあげる。
で流しておくって、でそんな形でやっていただけるといいですね。でそうすると足あったかいし、本当にさっきやったように地面についた時のイメージが違う、ね、そういうのをちょっと、はい、やってください。でそうするとですね、さっき少しこうきつかった人もここで上げた時にですね、背中がですねちゃんと伸びて持てるようになってくるんですみたいなそうするとですね、この足がですねこの後ろに行ってこういうふうにはい、まあ、そんなとこまでは行かなくていいんですけど、ね、少しそうやってほぐしてあげるといいかなと思います、はい、覚えてね。はい、ではもう一本いきます。片方の足、スニーカーの履き方ね、こうね、こっちは緩くていいけどかかとがしっかりとポンポンってやってね、かかとが動かないようにして履いていただけると歩きやすいスニーカーの履き方になります。さあ、片方の足いかがですか？冷たいですか？どうですか？ちょっとさっきよりこっちマッサージした分、ちょっとあったかくはなってるんじゃないかなと思いますけどね。やっぱりしっかりと、ここの白いとこ伸ばします。しっかり白いとこ伸ばします。はい、両方の手の指でしっかりと伸ばします。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 伸ばしたら開いていきます。2本ずつ持って開いて開く、はい、開く開く開く開いて開いて開く、2往復ぐらいやるといいですね。今日は1往復です。で今度は前後に揺すっていきます。1、2、3、4、はい、次1、2、3、はい、次1、2、3、はい、次1、2、3、4、さあゆっくり1、2、はい、1、2、下げるぐらい、はい、下げていきませんけどね、1、2、はい、1、はい、2、そしたら2本ずつ持って開きます。はい、今度1本ずつ持って開いた時に3本の指ちゃんと開いてますよねみたいなね。でこの状態で離してもちゃんと自分でキープして開いてますよねみたいなね、まあ、そんな強さがあっていいかなと思いますね。はい、はい、そしたらですね、さっきはそのまま組んでやりましたけど、足の裏を先に揉んでいきます。まずは土踏まずのアーチを作るために、まっすぐに足の指の先からかかとまで、3往復ぐらいしっかり2つをこう折るようにして真ん中の筋を作ります。そしたら外側もしっかり中に入るように、特にかかとはちっちゃくなるように、ちっちゃくなるように外側からグッグッグッと押していきます。これもまあ3往復ぐらいやるといいんですけどね。でこうやって押していただいて筋を作りました。そしたらさらに腎臓のツボを押していきます。先に腎臓のツボ1、2、3、はい、ゆっくり離して1、2、3、はい、離して1、2、3、そしたら副腎のツボです。少し斜めに上にグーッてやる、ちょっと痛い、チクッと痛いところなんですけど、ここ1、2、3、はい、1、2、3、はい、1、2、3ってやったら次は側身です。1、2、3、はい、1、2、3、はい、1、2、3、そしたら腎臓のツボと側身、優先のツボですけどね、優先のツボと側身をグッグッグッとつないで3回ぐらいずっとつなぎます。つないだら今度は失眠のツボです。かかとでちょっと入ったところ、そこを押します。1、2、3、はい、1、2、3、はい、1、2、3、そしたら側身のツボと七味のツボをつなぎます。1、2、3、次は腎臓、ね、優先のツボから側身から七味をぐっとつなぎます。1、2、3、はい、そしたらちょっと斜めにカーブを取って、自分の皮膚の、ね、変わり目と
くるぶしの前のところから降りたところのツボね、方向のツボ、ここをしっかりまず押します。1、2、3、はい、1、2、3、はい、1、2、3。そしたら優先腎臓のツボからちょっとカーブを描いて膀胱です。ここをつなぎます。1、2、3、うん、そしたらここからかかとのところの上からくるぶしの、ね、下とちょうど真ん中あたりへこんでる尿道のところまで膀胱から尿道、膀胱から尿道をつなぎます。そしたら最後にこの腎臓のツボから膀胱に来て尿道、ここをぐーっと流していきます。3回ぐらい流していただきます。はい、そしたらあとはこの今ね、気管支関係があるのでこの親指のところからちょうど母子球のところですね、ここのところを少しマッサージをしてあげることによって気管支のところね、そういったところの周りが強くなってきます。そしてここが内臓でとっても大事なところなので、で、右足になるのが肝臓あたりになるんですね。こっち外側ね、胃のあたりのツボ、そして膵臓でちょっと入ったのが十二指腸、そして大腸小腸になってくるので、ここら辺のところを自分が、あ、今胃をマッサージしてるなとかね、あ、今膵臓硬いんです私みたいなで、十二指腸どうでしょうか、大丈夫でしょうかね、あの物を言わぬ期間ばっかりなんで、このね、十二指腸がするよね。はい、そして、肝臓のあたりを少しマッサージしながら、私は腸の関係がちょっと弱いので腸のところをマッサージしてあげて、でしっかりとこの真ん中をやったらかかとのところを少しね、こう つぼめるようにする。あとはかかとが外側に出やすい人は親指で、ね、かかとを少しこう引っ張ってあげて外側に行くようにしてあげる、ね、そんな形をやっていただき、で足のこのところをですね、筋ができるようにしっかり、特に小指とかね、第5指第4指のところはバランス感覚ですからね、そんなところがしっかりと、でここ結構こういうふうにゴリゴリやってみたいですからね、これでもマッサージしてます。1本ずつ筋ができるようにし、ここにここにくぼみがね、私はこっちもまだちょっと大丈夫なんで、ここくぼみができるんですけど、ここのあたりもちゃんとで、両側のところも、まあ、リンパなんでね、リンパのところになってくるので、ここをしっかりとマッサージすることによって、上半身リンパとか半身リンパ両方マッサージするようなもんですからね、ここら辺のところにあり、くるぶしの、ね、周りを見て、自分がこっち上がってほしいのかな、こっち下がってほしいのかなみたいなところをちょっとマッサージをして、くるぶしを整えて、でここら辺のところに何もないように、ね、アキレス腱のところにスッと入ってくるように、ね、そんなところがちょっと上に上に上げてあげる、上に、そんなところをやっていただいたら、指をやりますよ。はい、しっかり指組んで。はい、握手。はい、離す。はい、もう一回、握手。はい、そしたら、ガシッと掴んで、指を回します。1、2、3、4、5、6、7、8、9。では、逆回し。1、2、3、4、6、7、8、9、10。今度は自分がちょっと疲れてるなって思うところを、ね、まあ、持ってあげるとか、くるぶしを持ってあげて、ゆっくり丁寧に大きく回してあげてください。ゆっくり丁寧に大きく、なるべく大きく回してあげる。はい、逆回します。はい、ゆっくり。まあね、前ね、足首を50回ずつ回す、100回ぐらい回すと元気になりますみたいなね、ありますけど、まあ、そこまでやらなくてもゆっくり丁寧に回せばいいのかなと私はちょっと思ってるんですけどね。はい、そしたら外します。ピョンと外したら、はい、しっかりここがまっすぐになるようにして、で指を折っていきます。グーッ、
ね、あの土踏まずの味がちゃんとできるようにぐーっと指先を折っていきます。はい、そして今度は逆に反らしていきます。はい、90度ぐらい曲がるようにして反らしてあげてください。はい、今度またもう一回折っていきます。両方の手使っていいですからね。私はちょっとカメラに見えやすいように傾けてます。はい、今度は反らしていきます。この状態で反らしていきます。そしたら一応基本足がこっち側に行きやすい人が多いので、まず右手は右の甲、そして左手はかかとを持っていただいて、雑巾をぐーっと絞る。はい、一回緩めて、もう一回ぐーっと絞る。はい、もう一回緩めてぐーっと絞る。そしたらこの足をそのまんま、はい、股関節のところに持ってきます。で、股関節を動かすんだけど、まあ、膝をね、ちょっと動かしてあげると、股関節周りが動いてきます。はい、そしたら、この足を下から抱えていきます。はい、最初は、丸くなっててもいいです。はい、抱えていきます。はい、頑張って、ここ伸ばしてください。はい、ここ伸ばしますよ。そしたらね、できる人はですよ。はい。かかとをちゃんと持ってあげて、足を顔の方に向けて、こういくんじゃなく、こっち行ったら、はい、つけないよ、つけないけど、額、お鼻、顎、胸、おへそに持ってきて、最後にここに乗せると、さっきより乗るわけですよ。で、足の指先がこう外に出てればですよ。はい、右手をこう持って、あ、髪の毛つかまっちゃった。こう持っていくとですね、はい、ちゃんとつかめるわけです。まあこんな感じでね、いくとですね、あの、さらに足が上がりやすくなってきますよ、みたいなね。ここだけやっておきますよ。はい、親指で、2本の親指で、しっかりと、ふくらはぎの真ん中をゆっくり丁寧に、痛いところないかなと思いながら、痛いところと思いながら膝の裏までグーッといきます。はい、3回ぐらい繰り返していただけるといいですね。私は今日は2回にしておきますけれども、そしたらですね、行きましたら親指をちょっと離します。そうすると外側と内側のところのふくらはぎにちょうど当たってきます。これもしっかりと膝の裏に行くまでマッサージをします。これも3回ぐらいやるといいですね。はい、しっかりとこうやってマッサージをしてあげるといいかなと思います。はい、ね、あ、このプルプルやるの忘れました。失礼しました。緩めてあげると本当はいいんですね。ごめんなさいね。その前にやっちゃいました。失礼しましたみたいな。そしたらですね、あの、ふくらはぎのこのふくらはぎとかの前ね、前頚骨筋のところの前のこのちょっと横にくぼんでるところあります。ここ硬いです。なかなか入りにくいところです。ここをちょっとマッサージをしてあげて、あ、硬いなと思われるところがあったら、そこをしっかり押さえて、あ、筋肉、ね、ちょっと動くわみたいなね、そんなところで、少しこうね、足の力を借りながら、でもこの足もね、しっかりまっすぐ上げてくること大事です。斜めじゃなくてね、しっかりまっすぐ上げてきて、ここのところが上がってくるといいね。そして緩んでくるといい。で、少しまあね、大丈夫ってやってあげていただいて、はい、ね、そしたらこの横ですよね、少しこの横になってきます。ここもしっかりと、本当はね、横にしてこうマッサージをしてあげるといいですね。そしてもう一つのここの後ろですね、ここの後ろも少しこうマッサージをしてあげるといいですね、両方ともね。で、逆のここですね、ちょうどこうふくらはぎのこのね、ボッとくるところのちょっと手前のところありますね、ここのところと、あとこの辺りですね、ここの辺り全然入んないんですけどね、ここら辺のところを少しこうほぐしてあげて、はい、ふくらはぎ頑張れよみたいなね、いう形でマッサージをしていただけると、ここのふくらはぎがですね、ぷよん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 ってこうね、柔らかくなるんですよ。で、使った時にクッと硬くなる。そしたら膝の裏ですね、両方の2本の指で膝の裏をグググググッとやっていただいて、真ん中のところに何もないかなって、あと筋ですね、この筋ね、ここの筋のところと、あとお膝ですね、のところがちゃんと
そうですよね、お膝大事ですからね。膝悪くなったら本当にね、足歩きにくいですから、まあ、股関節、膝ね、痛めないようにしないといけないね。で、そのところをしっかりと膝も大事にしてね、手がならね、やってあげたりとか、囲んでね、やってあげたりとか、今日マッサージをしながら、スーツのマッサージをしていただいて、ハムストリングを、この膝の裏からね、ハムストリングを通って、この座骨です、座骨のところまで行ったら戻っていきます。はい、外側の筋をたどって、途中で消えますが、座骨まで行ったら戻ってきます。はい、内側の筋をたどって、そして座骨まで行ったら戻ってきます。そして上のこのね、大腿四頭筋のところも少しマッサージをして、あと内転筋です。内転筋も邪魔の内転筋もありますが、ね、マッサージして流しておいていただいて、で本当は股関節もやっていただいてね、マッサージしていただいて、あと最後に足を振っておくというのがいいかなと思いますね。最初に立った時より全然違いません？自分のまっすぐに軸ができている感じで、ちゃんと指も伸びてるから指も使えるし、基本的にです、大体ね、大体ですけど、かかとに 50% で、母子球のあたり、親指のあたりに 30%、 小指に 20% 乗ってるとちゃんといい状態になるはずなんですね。で、それで歩くと指も使えると、ね、で指が使えないだけでね、本当にこう体にいろんなところに支障が出てくるので、本来やっぱり指もしっかり使えてほしいです。だからちゃんとしっかり立って、で下がしっかりすると上に来るものって何も別にしてないんだけど、綺麗に立てるんですよ。お尻が締まって、自分なんとなく締まってでしょ？締まってて、で、この溝落ちのあたりがクッと締まるようになるんですね。で、ここが締まってくると、当然胸が開いてくる。で、そうすると首がちゃんといいところに乗りやすくなるんですよ。こうなってるから前に行くんでダメなんだけど、ここの、で胸のちょっと下のところをね、溝落ちのあたりが締まると自然にここが開いてきて、そうすると首の位置が決まるんですね。だから安定してしっかりと立てるんですよ。なんで足の裏のマッサージすごい大事で、これがちゃんとできれば当然歩くときにきちんと歩くことができる、ね、だからやっぱりマッサージをして足元を整えるっていうことをやるだけで、足がちゃんとしたところに来るから姿勢が良くなるから、当然立った時に何もしないけど腕の位置が良くなってお尻が締まってまっすぐ、これが何もしないとこうなってしまうと膝は曲がるし、お尻がそで下がって、で腕のところも下がり、お腹が出て、で首が前に出ると、これがちゃんと立てると重心が良くなってと、お尻も締まってそこそこ上がり、二の腕のところが締まるから肩の肉が締まり、首の肉が締まる、そうするといい姿勢だから、そのままこの状態でしっかり立てる、そうすると歩くと目線もいいと思います。皆さん素晴らしい、ということで整いましたね。はい、じゃあ一回お水飲みましょう。